コミュニティサロン始めます。こんにちは、まおです。唐突の発表で困惑された方も多いと思いますが、この度私まおは無料参加型のオンラインコミュニティ動画でつながる長野を立ち上げました。冒頭では始めますとお伝えしましたが、実際に4月1日の発足で活動はスタートしております。1年以上前から発足に携わったもう一人の方とこの話を進めており、今回実現することができました。告知自体今回が初めてですので、この動画を通して知る方がほとんどだと思いますが、今回こうして実現できたことを大変嬉しく思います。では実際にこの動画でつながる長野というオンラインコミュニティがどういったものなのかをこの動画でご説明していきたいと思います。この動画は1発足の経緯について、2ターゲットについて、3活動内容について、4参加方法についての4本立てでお送りいたします。ぜひ最後までご覧ください。僕自身長野県への地元愛というものが強くありまして、今の YouTube での活動を続けていたんですが、そんな中で同じ長野県で動画に関わる人とつながって、長野県の魅力を僕自身もっと知るのと同時に、動画制作という分野において共に高め合える仲間が欲しいと思ったのが、今回この発足に至った経緯となります。もう一つに、今年の1月に参加した動画制作に関するワークショップに講師としてお呼ばれした際に、ここ地元長野県にもこれだけ動画に興味のある方がたくさんいるんだなと驚いたのと同時に、こう何か自分なりの方法で長野県で動画が好きな方だったり関わっている方に何か貢献できないかなと考え、このコミュニティの発足を決意しました。このターゲットというのは、このコミュニティサロン動画でつながる長野にはこんな人に参加していただきたいという内容になります。これは大きく3つに分類しています。1つ目に身近な仲間づくりがしたい方、2つ目にスキルアップがしたい方、3つ目に多くの人に見てもらえるような発信をしたい方。1つ目の身近な仲間づくりがしたいというのにおいては、僕が一番大事にしていることになるんですが、ここ地元長野県で動画に関わる人や興味があってこれから始めたい人を集って、一緒にこの長野県や活動を盛り上げたいと思っています。2つ目のスキルアップがしたい方というのは、機材、撮影手法、編集技術などの動画に関するあれこれや SNS などの活用方法について学びたい方を募集しています。3つ目の多くの人に見てもらえるような発信をしたい方についてなんですが、せっかく作った動画、たくさんの人に見てもらいたいと思いませんか？そんな思いで、たくさんの方に見ていただけるような動画作りや実際の発信方法について学びたい方を募集しています。詳しい内容については概要欄に公式サイトの URL を貼っておきますので、そちらの方をチェックしていただきたいんですが、今回主にオンライン上とオフライン上での2パターンの活動を考えています。まずオンライン上ではコミュニケーションツールというものを活用した情報共有を行います。情報共有の内容としては、スキルアップのための機材、撮影、編集等に関する質問相談などができる場や、実際に制作した作品をメンバー内で共有してアドバイスをもらう場など、様々なことを計画しております。続いてオフライン上での活動になるんですが、だいたい月に1回程度の交流会や勉強会などの企画を計画しています。実際には今世界中でこういう事態に陥っていますので、こう顔を合わせてオフラインでミーティングをするっていうことは現状難しいかもしれないんですが、テレビ会議などのツールを活用しながらそういったものはカバーしていきたいと思います。実際にこの事態が収束した際にはこれらも、企画していきたいかなと考えています。ここまで動画を見てくださっているということは、少なからず
この話に興味があると思ってお話をします。動画でつながる長野への参加方法ですが、まずこの動画にある概要欄から公式サイトにアクセスをお願いします。そこから参加ボタンをクリックしていただき、記載のある注意事項を確認した上で参加フォームよりメールアドレスをお送りください。お送りいただいたメールについてはこちらで確認ができますので、お申し込みから7日以内に非公開サロンへの参加 URL をメールにてお送りいたします。何かご不明な点やご質問等がございましたら、この動画のコメント欄や公式サイト内のお問い合わせフォームからお問い合わせください。以上でコミュニティサロン動画でつながる長野の説明は終わりとなります。最後にもう1名の主催者の方からメッセージをいただいておりますので、この場をお借りして読み上げたいと思います。 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。昔真央さんに突然メッセージを送り、動画を主体とした長野での活動について直接お話したことをよく覚えています。その後しばらく話ができませんでしたが、ワークショップで講師をされている動画を見て嬉しくなり、思わず連絡をしました。それから企画検討を重ね、こうして実現ができることになり、とてもワクワクしています。道長はたくさんの仲間がつながり、さまざまなことにチャレンジできる場として活動を広げていきます。これからの動画の時代を真央さんをはじめメンバーの皆さんと存分に楽しみたいです。以上となります。僕らが立ち上げましたオンラインコミュニティ動画でつながる長野、略して道長、これから本格的にスタートしていきます。この動画や公式サイトを見て共感してくださった方は、ぜひ僕の仲間になってください。あー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 